はったお前か。よく働くね、旦那。一体いくつきびだんご稼ぎ気だよ、旦那。団子ならやらねえ。しつこいぞ、カリブ。釣れねえな、俺と旦那の仲じゃないか。カリブー海賊団、濡れ髪のカリブ。この残虐で悪名高い海賊とルフィはシャボンディ諸島で出会っていた。カリブーは麦わら一味の首を狙って魚人島を目指すサニー号に奇襲をかけるが失敗。魚人島にたどり着いたカリブーはここでも悪事を働き続けるが、ルフィそしてペコムズに敗北する。その後カリブーは流れ着いた新世界でもしたたかに生き抜こうとしていた。新世界で生き方を見つけたカリブーであったが、突如現れたドレークに敗れ、和の国に送られ、ここうどんの採掘場で囚人として働かされていた。